はい、加賀光正です。今回はメロディーフェイクその2です。前回はメロディーのリズムのまとまりに対してアプローチしましたよね。それをモチーフに、ソロをしたと。で、今回はメロディーのハーモニーの方に対して、注目してメロディーフェイクをしたいなと。まあ、メロディーフェイクっていろんな要素が入ってるんですが、それを分割して、アプローチしてみようという話です。まあ、今回はハーモニーです。で、枯葉って言ったら、まあ、今回も枯葉です。一応テーマさっと弾いておきますか。まあ、これですね。まあ、こんな感じです。で、ハーモニー的にはどうなってるかって考えたときに、重要なのは伸びてる時のハーモニーが、印象として残りやすいです。つまり、ドゥダドゥダ、この時です。で、これって、この音って、Cm7、F7 の時に、ドゥダドゥダ、両方弾いてるんですよね。つまり、この2小節は、この、ミのフラットの音がポイントとなってるということです。で、次、この場合はここで、B フラットメジャー7、E フラットメジャーの時はレの音。つまり、ミフラットレーってなってるだけです。ミフラットレー。同じようにやると、ドゥダドゥタータ。つまり、ミーミーレードーシー、実はこんだけなんですよ。で、そのトップノートだけ弾いていくとどうなるか。ドゥンデデまあ、次解決しても、でここはラでシの2小節ドこんだけですというふうに、実はすごく印象に残る、ハーモニー的に印象に残るというところはすごくシンプルなんですよ。じゃあこれを追いかけてソロをしたらどうなるかってことなんですよね。前半の8小節ループ、まあループしなくていいか、やってみましょう。あ、ガクッと、よっと、大丈夫かな。いきまーす。お、いきましたね。ただ繋いでるだけです。かっこいいですよね。なんかもうこれだけで十分じゃないですか。もうちょっと複雑に繋いでいくとどうなるか。みたいな感じです。よっと。というふうに結構複雑な感じに、なってくるんですね。まあ、考え方としてはアプローチノートという考え方に近いですが、こうやってメロディーのポイントとなるハーモニーを押さえておくと、実は枯葉の場合は2小節ごとに半音もしくは全音で上がる下がるのどちらかというふうにできています。で、それを追っかけるようにドゥダドゥデドゥダデドゥダデドゥダデデデデドゥデデドゥデデドゥデデデドゥデデデドゥ、もうこれだけで普段スケール的には出てこないようなラインが弾けたりします。で、しかも説得力が強いと。
メロディーの方向性がガーンとなちゃんと流れてくれて、しかもこの曲だってわかるので、というわけで、今回はメロディーフェイクのハーモニーについて、考えてみましたというより、アプローチしてみました。鏡翼でした。それではまた。